皆さんこんにちは。超常現象研究家田中二郎です。本日やってきた心霊スポットは新潟県最強の心霊スポット日蓮の岩屋です。この日蓮の岩屋、訪れるのは2度目です。初めて訪れた時、私は激しい頭痛に襲われた記憶があります。数ある心霊スポットの中でもこの日蓮の岩屋は本物の心霊スポットと言えることでしょう。それではご覧ください。それではですね、日蓮の岩屋に到着しました。この圧迫感すごいですよね。この大きな岩、すごい圧迫感があります。この岩の中にですね、祠のようなものがあるんですが、ちょうどこの岩の前に日蓮さんが立っています。日蓮さんが見守っている中、この岩の中に入っていきたいと思います。このようにですね、日蓮さんが見守っております。梅雨時期ですので、天井からこう水がポタ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 と落ちてきます。そして地面にはですね、ところどころ石が積まれた跡が残っているんですが、この石を崩すと、大変良くないことが起きるというふうに言われています。入り口からですね、とても近くにこう日蓮の岩屋というのはあるんですが、とても神秘的で、何かこう怖さを感じます。そしてこの奥ですね、この洞窟の奥なんですけれども、意外とこう深くなっていましてですね、そして、本当に奥の奥にですね、このように祠があります。そしてですね、写真を撮ってみたんですが、いらんもんが写ってるかどうか皆さんでちょっと確認してみてください。それではどうぞ。